なんと妄想のチョコ入りちいちゃいパンが誕生したよ。コスパよし。こだま日記、今日もやっていきましょう。これログボのカードがどんどんランクアップしていくってことかな。やった、替え玉券。まあ替え玉といってもラーメンの方ではないんだけどね。放置中に子供の食欲が食材を生み出していました。さて広告見られるかな。やった、ちゃんと広告見られるようになってる。さてまずは駅弁を求めて稲毛屋へ買い出し。たまに訪れる万能感に包まれた気がしたけどすぐ収まったこれじっくり見るんだったらこのままゆっくり見ていたいけど、この児玉さんの足元にあるスキップ、うん、これを押すと一気にビョインっていくんだね。フォアジャオ、あーいいっすねー。稲毛屋へと万能感結構包まれてな。ウェイトジャケットジャケットサイズでそういうのあるんだ。ホットサンドメーカー買った。またフォアジャオ買ってるよ。そしてナポリタン買っておきながら外食もしてるね。お、ジェムの発見等もあり。ふう、帰ってきた帰ってきた。じゃああとはもうゴロゴロしましょう何をしたい。1日に8個卵を食べたはははは、健康まっしぐら。ほどほどに食べようね。あれ、なんだか様子がおかしいぞ。なんと妄想のチョコ入りちいちゃいパンが誕生したよ。コスパよし。ああいう袋に入ってるとなんかそうコスパよく感じるねパワーモードが使えるようになりました。パワーモードは一定時間食材の出現速度がアップします。画面左上のポウボタンを押して早速使ってみましょう。違う、早速使ってみまよう、みまよう。パウ、出現率アップ。あ、すごい、どんどん出てくる。妄想するだけでどんどん飯が出てくるぞ。何をしたい。太ったもん、胃袋が拡張。わかる。じゃあ太ったもんで。ダイエットは明日から。絶対にやらないよね。あれ、なんだか様子がおかしい。妄想の蒸しパンが誕生したよ。一旦 CM。 広告が直ってこの一旦 CM も入るようになっちゃったね。健康診断、これも広告を見て見ることができる。現在の属性、ほとんどダメですねこれは一点特化型がいいのか、それともやはりバランスよくやるべきか。そしてお店に新商品入荷か、それともパック系が、なるほど、広告を見てもらえる系が復活しているね。もらえるもんは何でももらうよ。デイリーパックも嬉しいね。前回ゲットした障子な壁紙、和風だホコリだらけの床、いいね。汚いいい感じにひどい部屋になってきたぜ。どれが好き。4つだ。ヘルシー思考、健康待ったなし。それをそのまま続けてね。でも児玉さんの健康って、二郎とかで野菜を増したら野菜があるから健康とか、そういうレベルでしょ。やることがいっぱいだ。ビールも溜まってきたからそろそろフィーバータイムも始まるね。どれが好き。忙し温度。まあそれぞれ。テンションの上がり具合がすごい。
あれ、なんだか様子がおかしいぞ。リンゴ飴だ。なんと、暴走のリンゴ飴が誕生したよ。夏の思い出。ポムダムール東京のおしゃれリンゴ飴、好きだな、あそこの。普通にリンゴがうまいんだよ、あそこのは。こだまめ知識。暴走中の料理を今すぐ実食したい場合、即実食のアイテムを使ってみよう。即実食を使った場合は、ランクアップはしません。なるほどね。この声、何か聞き覚えあるなと思ったら、完全に動物の森なんですよね。おいでよ、こだまの森。どっこいしょ。変形猫さんだ。大量の食材。そして、食材の出現スピードもアップ。フィーバータイム、来たー。スワイプで星を集めよう。小玉さんが喜んでいる。けど前に見たので、省略。どれが好き？完全栄養食。人類はこれだけでいい。本当にそれでいいの？そしてさらに、自由律俳句。6、8、6。それは自由すぎるよ。お、リンゴ飴が今川焼きだ。大判焼きかか。あったけー。なんと、妄想の冷凍カスタード大判焼きが誕生したよ。俺もちょいちょい買うわ。そして実食。ぬくもりに触れることができる。冷凍の大判焼き。ガブリブニュー。いやー、どちらかというとレンジでちょっとなんだろう、規定の時間なんか40秒とかしか書いてないから、その時間だとさ、冷てーになるよね。だから俺は、まあ、1分ぐらいをまずレンジで温める。その後あのトースターでやると、その外側カリカリかつ中もあったかいっていうのになるな。パトロンおじさんからさらに手当てまで、やったー。冷凍カスタード大判焼きのおまけとして、シンプルな花瓶。ランクアップ。いいね、盆と正月と春分の日が一度に来たかのようだ。妄想が追加、ま、これもいい感じのところにポン。斜め。お、冷蔵庫も。あー、冷蔵庫。まあこのままでいっか。スタンドも。あー、スタンド。あ、スタンドが謎のエネルギーに支えられている。この光の部分もあれか、床というか支える判定が入ってるのか。こだまランク4の妄想料理を1回出現させたときに、また次のがアンロック。赤と白のコントラスト、最強の組み合わせ。コントラストがとっても眩しい。料理自体はなんだ。あ、別にその赤と白のそれじゃなかった。なんと、妄想のアイスカフェオレが誕生したよ。アイスなら2秒で作れるから楽よ。微糖。ゾーンモード。ゾーンモードは一定時間ゲームプレイスピードが速くなります。画面左上のリモコンボタンを押して早速使ってみよう。ゾーン入った。え、妄想の食材も速え。全部が速くなってる。この画面スクロールももしかしてちょっと速くなってる。小玉さんが速すぎる。一応タップは間に合う。典型猫さん速すぎる。ハマるスピードが速すぎる。スワイプが追いつかないってか、どれが好きが出るのもめっちゃ速い。つなぎつまみ。つなぎつまみがいい。とりあえずだけあげてよ。あ、もう、速すぎる。酒飛ばイベントシーンまで全部速くさせられてる。速いな。カレーにしました。カレーは飲み物。せやな。
そんなはずでは。1日1回無料で買えるアイテムがあるよ。ほう。アイテム、これはジェムを使うやつ。もしかしてこの広告系のだったのかな。フィーバータイム早すぎ、あ、終わるのも早すぎる。ゾーンモードちょっと怖いんだけど、これめちゃくちゃ寝る、いや肉汁を逃さない、ご飯は絶対残さない、その心意気は立派。お酒とか早い早い早い。何をしたい、あの普通にプレイがしたい。寝る子は育つ、いつも寝てばっかじゃん。食材が足りないなという時はゲームを閉じてしばらく待ってみよう。足りてる足りてないよくわかんないけど、ようやく普通の速度に戻ったよ。ゾーンモード怖、胃袋が拡張されている。いつもより自堕落ポイントが多いよな。それだけ自堕落してるってことか。どんな気分、自分があと3人欲しい。いや下手なんかーい。青系あんまやってない気がするな。口ほどにもない。人のことを言えるの。あれ、なんだか酒賭場の様子が。そろそろ実食いける？きたー。いただきます。勝手し焦げ癖。ちょっと炙るとうまいよね。酒賭場。勝手。これで勝手し焦げ癖。この絵柄は結構初期のやつだね。今日のあたしはこれを食べたよ。酒賭場のおまけとして脱ぎっぱなしの靴下。ええ。ええっていうことは、そしてランクアップ、妄想が増えまして。ちなみにこのデイリーのシェアは、例えばツイッターだったら投稿しなくても投稿する画面まで持っていけばいいんで、そのままもらえます。これ購入時にプラスだから、わざわざ全部置かなくても買えば買った分だけだね。パワーモードを広告にて回復。これとゾーンを併用しちゃうと、出すぎーってなるから。一度に全部やるのは得策ではないかもしれない。いける気がする。ポジティブシンキング、前向きなことはいいこと。あれ、いつも様子がおかしいぞ。お、アイスミルクティーコレクション、今 13%。 また再生して見ることができるんだね。で、何に収録されているやつかがこうやって見ることができるのいいっすね。チョコラ BB ドリンクとかあった。妄想ワード、すべて通常、きらめき、マイベストオブ弁当。なるほど、妄想ランク、違う、妄想ワードにもランクがあったわけね。そして典型猫さんのこういった典型もまた見ることができる。いいね、集めたのをこうやってダラッと見てるのも好きだよ。